はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回信長の野望烈風伝ですね、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ひたすら本願寺勢とやり合っていたわけなんですけど、今回はその続きになりますね。本願寺勢に相対していくというところになるんですが、鈴木サンダー優がどっかに兵を進めてくるな。沢山あたりに兵を進めてくる気配があるので、沢山の防衛に向かいましょう。もう兵、すなわち武将になるんですけど、烈風伝の場合だと分散させておくメリットというかデメリットしかないんで、武将はすべて集めましょう。もうある程度まとまった数で固めていかないと、ちょっと厳しいかなと、そんな感じがしますからね。よし、これでそれなりの数が、沢山に入るので、沢山は防衛できるでしょうというところと、あとは小作り隊を、派遣しつつ、多聞山も武将の数がいないんだよな。牧前一人しか入ってないんで、牧前をちょっと移動させましょう。これを高屋城に入れて、高屋城を拠点に、武将を出陣させていきますか。そしたら、岸和田城にも、それなりに、武将の数は入ってるんで、これを高屋城に移動させましょう。で、犀賀に入ってる松永久秀も、もうこの際、移動させよう。今はどちらかというと、もう武将の数をかき集めて、まとまった軍勢を作るところが大変になってますからね。お、義明だな。義明は、じゃあ処刑しよう。で、義照は、義明はこちらになびきませんでしたけど、義照はむしろ向こうから仕官したいって言ってきましたね。松永久秀は高屋城に入れて、高屋城がこれでどんだけの軍勢になった？12人入っているんで、それなりの数になりましたね。じゃあ高屋城から兵を出していこう。御坊には何人武将入ってる？3人しかいないんだ。だったら御坊をむしろ先行して取りに行こう。これで沢山にも12人入ったんで十分に防衛できるな。よし、これで、ある程度まとまった戦いができそうですね。武将の数イコールそのまま軍勢の数になりますからね。どちらかというと、なんで
ポケット戦国に近いですね。最近の信長の野望だと、まあ一人で、まあ一人でというか、一武将で、まあ極端な数万の軍勢を率いることもできるわけなんですけど、まあ、ポケット戦国に関して言うと、まあ一武将戦。で、このレプーデンだと、ご覧の通り、500から始まるんで、大名になって初めて1000っていうところなんですよね。まあそのあたりがね、ちょっとバランス的にどうなのかなっていう感じはしますけど。なんで大軍を持って敵を撃破するっていう戦い方がちょっとしづらい。まあ、年も明けて今日は1月4日ですかね。まあ早い人だと今日から仕事の人ももしかしたらいるかもしれませんけど、世間的には明日1月5日から仕事っていう人が多いんじゃないかなと思うんですけど、僕の勤めてる会社もね、一応営業は明日からになってます。まあただツイッターとかでは話してると思うんですけど、僕はね、ちょっとお休みを明日いただいて、5678とタイの方にね、遊びに行こうかなと思ってますというところで、ちょっとね、ツイッターとか動画に対しての反応が、レスポンスが遅くなってしまう時もあるかもしれないんですが、まあ、ちょこちょこ見ていこうとは思ってますんで、なんかお気づきの点とかあればですね、ツイッターもしくは動画のコメント欄でお寄せいただければなと思うんですが、今回はですね、一応、567と3泊して、8日月曜日の夜、タイを出発して、9日火曜日の朝、東京に着くという便で行く予定です。で、その関係上ですね、火曜日の朝、羽田に着いたら一旦家に帰って、そのまま仕事に行くっていうね、なかなかハードなスケジュールを予定してますというところでね、新年早々かなり体力的にはきつい遊び方をするんですけど、まあやっぱりね、年末年始とかじゃないと気兼ねなく休める日もあんまりないっていうのもあるんで、思い切ってね、今回は3泊だから5日の日程になるのかな、で遊びに行ってきます。で、土年末土年始っていうわけではない、まあちょっとだけずれてるんで、飛行機とかもね、めちゃくちゃ高い、全然手が出ないっていう金額にはならなかったですね。さあ、防衛戦の方は順調に進んでると言っていいのかな。まあ、ただね、武将の質で言うと、正直言って本願寺の鈴木三太夫の率いてる部隊の方が優秀だからな。で、今、僕の方でプレイしてるゲーム、その他で言うと、ちょっとさっきもお話出てきたポケット戦国。あと、信長の野望大使は、まあ一応3本同時に進めてまして、一本一本の、まあ、進みが遅いんじゃないのっていうのはあるんですけど、信長のプレイ、あとは石田水成プレイ、真田幸村プレイということで、3種類。あとは信長の野望で言うと今プレイしているレプーデンの他に戦国立志年で小早川秀秋でプレイをしているというのも進めています。あとは帝徳の決断というところと、あとはちょっと軽量の違うゲームとしては This is a Police ということで、並行プレイが多くなってきちゃってるんで、一個ずつね、確実にクリアをして先に進めていって、一本一本のゲームの進み具合、進捗具合をね、早めていきたいなというふうには思ってますんで、今後とも皆さんからいろいろアドバイスをいただきながらですね、迅速に進めていきたいなと思ってるんですが、このレプーデンがね、なかなかきついんですよね。
さあでは登用していきましょう。で、登用に応じないものは斬首。削っていかないといけないですからね。で、三好が攻めてくんの今度は邪魔くさいな。ただでさえね、まあ、本願寺に頭を悩ませているっていう中、三好が兵を挙げてくるってなると、これはこれでまた邪魔くさいんだよな。三好の方は3000ですね。味方は1万。普通に戦えば余裕で勝てるかなっていう数ではありますけど。ちょっとバグってる？もしかして。完全にバグってるな。何がしたいんだろう彼らはっていう動きをしてますもんね。しょうがない、ちょっと自分で動かしますか。じゃあ改めて委任してみる？大丈夫だね。ちょっと意味が分かんないことになったけど大丈夫なのか？雑賀が攻められるとか嫌だけど大丈夫かな。そしたら先に牧島城を攻撃しよう。まあ、牧島城は多分ねサクッと落ちるんじゃないかなと思いますんで、牧島城をサクッと落としましょう。本願寺を削って削って削りまくらない限りちょっと次のステップに進めないですからね。さあこれで決着がつきましたというところで、牧島城は取りましたね。で続いてじゃあ石山御坊を攻めましょう。まあ、御坊はね一回で決着がつくともちょっと思えないんですが、武将の数が少ないというのが唯一の救いかな。敵の方がね。ただそれも硬かったりすると手こずりますからね。
光秀がいるな、敵には。本願寺の方に光秀が入ってるんだな。敵の数は3300か、それなりにいますね、やっぱり。で、もちろん門の耐久も高い。これは長期戦だな。いやいやいや、これはなかなかどうして時間がかかりそうだな。やっぱりしっかりした大きな城だと1回2回攻めても城が落とせないですね。まだ門が突破できないからね。門を突破してからもね、まだ門が 1,2,3 個あるんで、この門を突破するのに時間がかかりそうですね。しっかり盛り土とかしてね、ガンガン中に入ってってくれるといいんだけど。ようやく門開けた？港みたいを混乱させたね。このまま入れるところまでどんどん入っていって、武将を捕らえては処断していくっていう戦い方をしていくしかないんだけどな。ようやく北側も門を破ったが、よし、北の方が先に門を破りましたね。門じゃない。敵部隊を一掃しましたね。あとは城門をさらにザクザク破っていくだけなんですけど、この城門が硬い硬い。壁越えをしてくれる部隊がね、一体でもいれば全然違うんだけどな。
お、超えたね。誰が超えた？藤高が超えたか。さすが藤高だな。うわー、さらに目前も超えたか。よし、みんな着々と超えてくれてるね。よし、こっちも序盤破ったな。これはこのターンで取れたら取りたいけど、ちょっと難しいかな、さすがに。まあ、ただ士気の方はね、だいぶ下がってきてますからね、敵の方は。あと式は2、よし、式をゼロに削ったんで、石山ごぼうを取ったな。大坂を取ったのは大きいですよ、これ。稲富は豊、光秀も豊。よし、いや、石山ごぼうを取れたのは本当に大きいな。信長を温存してますからね、しかも信長を温存してのこれは大きいけど、そうか、そう考えると今度は三好隊が邪魔だな。三好隊で信長、さっきなんかわけのわからん動きをしちゃったのが痛いですね。何がしたかったのかっていう。そしたらどうする？沢山にいる部隊で、五所を襲撃しますか。五所襲撃だな。その前に宇佐山を攻撃するとしてだ。五坊を守って、昇龍寺はゼロでしょ。伊丹に1。本願寺の方も結構削られてきてるんじゃないのって感じはしますね、こうやって見ると。宇佐山がちょっと5人と武将が多いぐらいかな。いやー、もう完全にね、本願寺の焼き討ちですわ。延暦寺ではなく本願寺の焼き討ちです。お、これでまた信長が戦うんだよね。5人までしか出陣できないっていうこと？これはどういうことだ。あー、回線か。
回戦だと6体ずつしか出れないってなると兵力優位が全く活かせませんね。絵的にもものすごい地味だけど結構ガリガリ減らされてるのが何気になる。まあ、よくわからないけど回戦は勝利したんでよしとしましょう。豊用、基本は豊用で、豊用に応じないものは斬首。これが戦国の習いだと。一度そしたら災害に入れましょう。で、災害から出陣させていく形を取りましょうか。でだ、石山御坊からは軍勢を繰り出していきましょう。どこを攻めるかというと伊丹を攻めよう。で、道勝は一旦御所を攻めた方がいいかな。御所攻めに入りましょう。御所を攻めて宇佐山には5人いて御所には1人、勝利氏には0、伊丹には1。ライレンがいるね、ライレン。よしよし。順調に追い詰めつつあるな。機内から、本願寺を排除しましょう。本願寺を排除。そしたら手取りから武将を全員引っこ抜いて災害に入れよう。で、災害で信長の軍勢をまとめて出陣かな。なんで出陣準備にちょっと時間がかかるかなっていうところですね。その間にじゃあこちらは伊丹城を攻撃します。光秀がもう入ってるか。いやー、なかなかこの伊丹城攻撃隊も優秀な武将たちで埋まってきましたね。光秀をね、味方に引き入れたというのは大きいですよね。敵の方は1200ですね、兵は。そしたらこの牧島城を攻めてる部隊で、宇佐山を攻めましょうか。宇佐山は5人武将が入っているのをさっき確認してますからね。で、林道勝の部隊で、御所、室町御所を攻めます。これライレンもね、味方に引き入れることができればすごくいい感じになるかなと思うんですけどね。戦国立志伝の小早川秀明プレイではライレンに頼りっきりになってますからね。
まあこのレプーデンでのライデンの能力はちょっとまだ見てませんけど、少なくとも今の信長軍団の中では上位に食い込んできてくれるんじゃないかなと思うんで、ライデンはできれば配下に加えたいですよね。よし、ライデン捕らえましたね。あーやっぱ戦闘力高いわ。ライデン94、采配92、地防81。しょうがない、ライデン死んでもらおう。で、機内にある残りの本願寺の城はというと、昇龍寺、御所、それに宇佐山、この3つになったね。よしよし、このまま順調にじゃあ本願寺を攻めていきましょう。おっと、ここはでもそれなりに兵がいるな、敵も。なんといっても賢女自らここに入っているっていうのが大きいんだろうな。城門も硬そうですもんね。堀が、うわ、しかも鉄砲持ちか、邪魔くさいな。城の城門の耐久はそこまでではないですね。さっきのでも戦いに勝利できたというのは本当に大きいな。1回でね、大坂、まあ、石山ごぼうを取れるとは思わなかったんで。あとはこの昇龍寺城を取れれば残すのは御所と宇佐山、宇佐山だけですね、だけになるんで、まあ、本願寺としても機内での拠点を失うことになりますからね。よし、壁越えしたな。長近が壁越えしてくれたのは大きいな。
全ての条文は突破したので、あとはケンニョの喉元に迫るだけだな。まあ、なんといっても剣には1000引いてるんで、こちらの消耗もそれなりになりそうなんですよね。もう一体迫ってほしいんだけど、そういうことはしない？君たちは。よし、これで再びにしましょう。あ、今五章を攻めてたのね。五章を攻めていたので、ちょっと待ってくださいね。残されているし、本願寺勢の城をちょっと確認しておきましょうか。残されている本願寺の城はというと、室町御所取ったんで、あとはここだけだな。よし、だいぶ目処が立ってきましたね。ではちょっとね、時間が30分過ぎてしまいましたので、一旦今回はここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。石山合戦、見事勝利できましたというところになります。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。